今回はロシアの大統領選ですね、世界が注目していたロシアの大統領選ということで、プーチン大統領の圧勝5戦が確実になりました、30年間の謝意固めということでございます。 ロシアで行われた大統領選挙で、現職のウラジミール・プーチン大統領の圧勝が確実になりました。ロシア中央選挙管理委員会の17日の発表によると、開票率約50%の時点でプーチン氏の得票率は87.3%となっています。 えー、旧ソ連の独裁者、スターリン以来、最も長く政権の時代に留まり続ける、えー、プーチン氏の、えー、社員は、これで少なくとも、えー、同志が77歳になる、2030年まで30年間にわたってすることになるということです。えー、プーチン大統領ということで、私が学生の時に、まあ大統領という、若い大統領だなと思ったんだけど、それからずっと続けているというところでね、えー、賛否両論はもちろんこれあるんだけど、 えー、その長く続けるという、えー、意味では、まあ、よく精力的にやってるなと思うところでございます。ただ、この裏には反対派に対しての弾圧であるとかね、えー、暗殺とかそういったものがかなり行われているのも事実上かなと思うところです。対立候補派はほとんど死亡、投、えー、獄、亡命、または死亡を阻ま,まれているということで、<laughs> 2022年、 2月にロシアがウクライナを侵攻して以来、えー、反体制は自主的に非合法化され、プーチン社に対抗できる制度が存在しません。まあ実際のところは裏でね、まあ地下に潜ったりして、えー、反プーチン活動を据えたりもしてるんだけど、えー、この政権を、えー、政権をね、打倒できるほどの力を持ってないのが実情かなと思います。えー、プーチン氏は17日遅く、 人営の本部で演説を行い、選挙で国民の団結が強持ったとして、勝利を宣言。今後も西側に対抗し続ける姿勢を鮮明にし、相手がどれほど我々を脅かそうとしても、我々の意思や意識を抑圧しようとしても、歴史上それができたものは誰もいない。現在も未来もそうしたことは決して起きないと力説しました。 これに関してですね。選挙のおいてはもちろん、あの、選挙に出馬できる人って選ばれてたと思うんだけど、あとはこういったところ、反プーチン派がかなり抑えられていたと思うんです。ただ、私に思うのは、もしこのプーチン大統領に対してロシア国民の大多数が反対であれば、プーチン大統領今頃は、まあ、打倒されていてね、政権崩壊してるのが実情かなと思うんだけど、 えー、今回の選挙を見てもわかるように、投票率87.3%ということで、若干のまあ、えー、選挙での操作、えー、も行われている可能性もあるんだけど、えー、プーチン大統領、ロシア国民から8割以上が、えー、支持を得ているのかなと思うところでございます。ロシアのウクライナ侵攻に関しても8割以上が、 えー、これに対して賛成している。えー、ただ、えー、反対派っていうのが、まあ、少数派になるわけだけど、1割2割ぐらいいて、えー、若い人中心にね、えー、このー風心がいるのかなと思うところでございます。えー、ということで、えー、一時は、まあ、健康説をね、気にされていたんだけど、えー、2030年までということで、ね、30年間の体制、途中でなくならなければ、試合固めということで、ございます。 こういったところを見るとね、なかなか独裁体制を敷いている国っていうのはベラルーシでもありますけど、えー、結構こういったところに関しては国民の言動の自由がなかったりとかね、したりとか弾圧されたりするのが実情ではあるんだけど、 まあ、とにかく、えー、ロシアということで、ウクライナ侵攻ということで、まあ、今後どうなっていくのかというところがね、多くのことが、多くの方がね、気になるところではないかなと思うところでございます。ということで、まあ、今後もね、国際情勢ということを伝えていきますので、ぜひチャンネル登録いただいてない方は、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。